劇中トークビーストオン。はい、というわけで、イエイ、修行その13、うん、はい、心身精霊の舞ですが、うん、はい、もうこれは満平の、もうこれは、そうね、うん、もうこれは満平先生の、もうこれは、ね、これはもう本当に頑張ったね、うん、実際稽古に、うん、先生の舞を見たの、うんうんうん、さ、あぜんだよ、これをやるのっていうね、思って、うんうん、もうなんかね、もうやらもうスイッチが入った、でも逆に見て、あ、これ練習しなきゃもう、あ、まずいと、まずいと思って、うんうんうん、やっぱ見たこともないし、うん、やったこともないからさ、うん、リズムの取り方とかもさ、もう難しくて、うん、そのなんか普通の舞と違ったしね、やっぱね、そう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 、むちゃくちゃアクロバティックだったよな、もう待ってたじゃん、待ってたね、難しそうだったね、そうで、そう、みんなでこうジャックさんたち一緒にこう練習して、竹内さんもずっとなんだろう、こう練習に付き合ってくれてさ、すごいさ、遅い時間までやってたよね、うん、練習だって俺5時、稽古5時スタートとかでさ、私なんか、うん、俺12時とかに入ってたの、なんか、そうそうそう、買い物帰ってきた時にまだやってるんだよ、万平くんとか言ってて、そうそうそう、ね、修行その14、熱熱、技を捨てろ、おー、はい、列の回ですよね、これもまたまた、ねえ、雪降る、ね、本格的に修行が始まる、また列の回ですか、もういいじゃないですか、あ、よかった、こっちはどっちかって大事だったから、あ、そうですか、ここからこう、本格的なね、修行が始まったわけですよ。技とは大変でしたか。何なんだ。大変でしたね。ちょっと今かっこよかったね。大変でしたね。雪のさ、なんかさ、あー、雪降ったね。雪降ったんだよ。撮影に行ったじゃない。雪が降ったんですよ。4月だったんですけど。そう。そうだね。4月なのに雪が。大雪ですよ。まさかの。まさかの雪で、みんな、って言って、で、シャメールとかにもみんな撮ってて、すごい積もってて、でもなんかその雪の中でやったんだよね、そのシーンを。だから結構綺麗なシーンになってて、なんかね、いろんな季節を経てみたいな感じだったよね。列はすごいね。すごい長時間こう修行して、雪も読んで。何ヶ月やってたんだみたいな。テストで、じゃあ万平こうやるから、このタイミングで合わせようっていう風に、そう言うんだけど、本番入るとさ、違うん、全然なんか違うことやるからさ、うん、あれ先生、違いましたよねまあそういうのハートですよみたいなどう、そう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 、まあ、困ったよ、ハート、ハートで分かれと、そうそう、それは分かるだろうって言って修行してきたんだから、一緒に分かんねえよ毎回違うからさ、大変だったよ、アドリブ先生だ、なんかこう2回回るってとこ、うん、なんかやっぱ先生もかっこよく見せたいっていうの、3回回ったりさ、うん、だからそう、やっぱね、よりよくしたいからそうなっちゃうんだろうねただ言ってよって感じわかるわかるわかる、またバッドリーがね、ね、あの声優さんがね、そうだね、ゆきなさんね、かっこよかった、そう、かっこいいね、これもう、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、その牽制はそのやっぱカンフースターをね、香港のカンフースターをみんなモチーフにしてて、まあ、皆さん本当のそのなんていうか、まあ本家本元というか、うん、豪華ですよ、うん、あの生で聞いた時本当にちょっとすごいよね、やっぱり心が動いた、すごい、うん、なんだろう、厚みがあるよね、なんか、まあ、その言ってたもんね、じゃあ飛べるって言われて、バッドリーの本当に飛べるって僕聞いて、本当に飛べんじゃねえか、本当に飛べるんじゃねえかなと思って思うよね、思った、うん、永井さん、このシャーフの永井さんにしてもそうだけどね、本当に、勉強になります、修行その15、ほわほわママ業しっかりタイトルを言いましたね、そうです、ええ、これランちゃんのね、うん、お母さんの会だった、うん、そうなんですよ、終わって世のお母さんは大変だなと、もうまとめコメントですか、急に終わった話だよ、違う、でも本当にね、あのね、その会はなんかね、お芝居に対してもすごい葛藤しながらやった会だったの、うん、なんかね、やっぱちびちゃん
とか嵐くんね、うん、そうそう列とかそのまあお母さんになった気分でっていう感じでやらせてもらったからその回ぐらいからすごいねなんかねこう守らなきゃとか守りたいとか私がしっかりおんぶしなきゃとか絶対こけちゃダメとかそういうなんかすごいその意識を本当になんかね改めて実感した回だったのすごくだからねなんかなんだろうもうすごいしんどかったんだけどその回の時はすごい良かったと今は思ってる俺でもね良かった見ててもさどうでしたかお母さんに見えたよちび列の時にさみやちゃんは関係ないんだけどさちび列がさ、ね、ファンタスティックテクニックって回るじゃん列って言うんでしょあれめっちゃ面白かった、ね、面白かった思っててたねいや俺はちょうどねバスで見ててねそうそうバス見てて爆笑だったわ俺が言ってたのそうそう後ろに満杯が背後れみたいなびっくりしたねそうそうそう大木さんのねテクでそうそうだから話自体も面白かったしランちゃんもすごい良かったしね、うん、あ本当そうそうよかったよかった修行その16 GG 臨終権加害修行はいはい、はい、まあこれはもうメレとシャフ、うん、猫が戦った回でしたが、うん、どうでそうだ、ね、したかうーんまあほんなまあその言っちゃえばさ、うんまあ、本当に見てるだけだったんだよね見てるだけっていうかそのなんつうかさ、うん、見守ってっていうかこうあれはなんかもう、えなかったもんね、いろんな意味でしんどかったねなんか。じりじりした感じだったよねでも本当にまあ俺らもねなんかじりじりだ待って見てなさい、うん、となんかもう身動き取れなくてでもシャーフがこう戦っててもう見ることしかできないっていう、うん、でリオも毒にさこうじりじり渡されていってそうですねじりじりですからねメレちゃんも、うん、それを見てメレのさ、うん、立ち回り、うん、この回はすごかったねすごかったよゆかちゃんのアフレコとかがね、うん、すごい気合い声がもう何だろう強くてさ、うんうんうん、ゆかっこのアフレコが一番印象的だったなあの回は、うん、今回の修行完了次回の劇中トークもお楽しみにトークの中に修行ありまたね